ポンディシェリーの海戦、または、ポルトノボの海戦は7年戦争及び、第三次カーナティック戦争中の1759年9月10日、インドのポンディシェリー沖で正規した海戦。ナーガ・パッティナムの海戦に続いて、ジョージ・ポコックのイギリス艦隊とアンヌ・アントワーヌ・ダシェの、フランス艦隊の3度目の戦闘である。ダシェ艦隊は、イルド・フランスからの増援と資金を乗せて、インドにおける、 本拠地のポンディシェリーに向かっていたが、ポコックはそれをダッシュしようとして海戦に挑んだ。海戦自体は決着がつかなかったが、ダッシェは増援と資金を失わずにポンディシェリーまで輸送することに成功し、戦術的には勝利と言えた。しかし、この成功は大勢に影響することがなく、第3次カーナティック戦争におけるフランスの情勢は不利のままであった。 1750年頃のポンディシェリー。この回戦は、フランス軍の大半が駐留するポンディシェリーへの増援や補給をめぐって正規したものであった。インド会社博物館所蔵。1759年は7年戦争の4年目、第3次カーナティック戦争の3年目だったが、戦況がフランスに不利に傾き始めた年でもあった。 1758年、ラリー伯爵がインドに到着したが、同時期に、アンヌ・アントワール・ダシェヒキール・フランス艦隊が、窮地に陥っていた。ラリー伯爵は、カーナティック地方のカッタロールを奪取した後、1758年11月に、イギリスの本拠地マドラスを包囲したが、イギリス軍が粘り強く抵抗し、フランス艦隊の援護もなかったため失敗した。ダシェ艦隊は、 カダルールの海戦とナーガパッティナムの海戦で、ジョージ・ポコック率いるイギリス艦隊に苦戦した後、陶キ・モンスーンが訪れる前に、インド水域から離れた。この時期に、コロマンデル海岸に泊まることは難しく、ダシェ艦隊は、ポンディシェリーから2ヶ月間の航行を経て、イルド・フランスへ向かった。一方のイギリスは、インド西海岸の良好ボンベイを領有していたので、 戦場近くに止まることができた。この停泊地の差は早くも結果に影響した。1759年2月、イギリス艦隊はマドラス沖に現れ、フランス軍に包囲されていたマドラスに補給を送った。ラリー・伯爵はこの補給を見て、マドラスの包囲を解いた。両軍とも補給を受け取ってから1759年の戦役に挑んだ。 ここでもポコック率いるイギリス艦隊の方が行動が早く4月にはボンベイを出てナリー白爵以下フランス軍の駐留するポンディシェリーの海上封鎖を再開した一方のフランス軍は難しい情勢にあったフランス海軍は資源の大半を大西洋の方に傾中していたがカナダではすでにルイブール要塞やノバスコシアが陥落しており西アフリカ海岸では すべての植民地が占領され、唯一残った西インド諸島も連絡を保つことが難しかった。イルドフランスの本部では、ダシェ艦隊への増援に熱心であった。ダシェ艦隊は1757年から1758年までにかけて74本戦列艦一隻と、フランス東インド会社の船8隻で編成されていたが、増援の後は74本戦列艦一隻。 ミシェル・ジョゼフ・フロガード・レギー・ユー・ヒキール64門艦3隻、フランス東インド会社の船7隻で構成された。フランス東インド会社はこの艦隊の編成と資金繰りに大きく関わった。これはマスカリン諸島の資源によるものだったが、オランダが中立に止まったおかげで、マダガスカルやケープタウンから補給を受けることもできた。そして、フランスにとって幸運なことに、たまたま、 イギリス東インド会社の商船一石を打破したことで、資金不足の問題が大きく解消された。しかし、艦隊の準備に数ヶ月かかることは変わらず、戦闘の開始が遅れてしまった。結局、ダシェ艦隊がインド水域に現れたのは9月の初めになってのことであった。ポコックは、ポンディシェリーとナーガパッティナムの間で、ダシェ艦隊を待ち受けていた。 ダシェ艦隊が増援を受けている間、ポコック艦隊も補強されていた。ポコック艦隊は1758年には船9隻だったのが、今や戦列艦9隻と、イギリス東インド会社の武装した船2隻と、計11隻になっていた。ポコック艦隊は、数で優勢だった上、戦列艦が多かったため質もダシェ艦隊より上であった。 戦列艦の火力はたとえ大砲の数が同じでも、東インド会社の船の火力を上回り、また、戦列艦の船員は皆戦闘に特化した訓練を受け、一方のイーストインディアマンはその根底が商船であり、船員たちは戦闘に特化した訓練を受けなかった。ポンディシリーの海戦ポコックは、オランダのナーカパッティナム総督から、水域通貨の許可を得られなかったため、 セイロン島のトリンコマリーで燃料を補給しようとした。その最中の9月2日朝、ポコック艦隊のフリゲートのリベンジがセイロン沖でダシェ艦隊を発見した。ポコックはすかさず追跡しようとしたが、風向や水流が悪かったため追いついたのは10日のことだった。この時、両艦隊はポンディシェリーの南のポルトノ母港に近いところにいた。ポコックとダシェ両提督は、 それぞれ十時と十一時に単純陣を形成して戦闘に臨んだ。ダシェは自軍が隠したにもかかわらず何が何でも押し通すと戦いに挑んだ。戦闘は激しい砲撃の応酬となり、ダシェ艦隊はポコック艦隊の機関に砲撃を集中して、それでポコック艦隊を撃破しようとしたが、逆にポコック艦隊の砲撃で激しい損害を受けた。 戦闘が2時間続いた後、おびただしい損害を受けたダシェ艦隊の従人は崩壊し始め、士気が混乱した。ダシェ艦隊の機関で74門艦のゾリアックを含むフランス船数隻が修理をしようとして、戦線を離脱した。ダシェの副艦が操船中に戦死すると、その代役が船を戦列から離れる命令を下し、ダシェはそれを取り消そうとしたときに、 武道団の直撃を受けて、重傷を負った。ダシェ艦隊の機関ゾディアックが離脱すると、他の艦船もそれに倣った。ポコック艦隊もひどく損傷しており、追撃できる状況になかった。ある、イギリスの歴史家によると、戦闘の後、イギリス船のうち穂の半分を上げるものはなく、一方フランス船は一隻が、トップマストを失った他すべての方を維持したという。 半層時代の海戦の常である通り、この海戦でも両方が勝利を主張した。ポコックは正解権を保ったが、戦術的には積み荷を保持したまま海域を通過したダシェ艦隊の方が上手だった。ポコック艦隊は、その後、フリゲートのリベンジをフランス艦隊の監視に派遣しつつ、ナーガパッティナムに戻って船を修理した。両軍の損害は不明とする文献もあるものの、 フランスの死傷者1500、イギリスの死傷者569とする文献もある。イギリス艦隊を率いたジョージ・ポコック。彼はダシェ率いるフランス艦隊と3度戦い、結局その撃滅に失敗したものの、ダシェ艦隊がイルド・フランスに撤退したため正解権は保った。肖像画はトマス・ハドソン作、ナショナル・ポートレート・ギャラリー所蔵。海戦は名目上では、 フランスの勝利に終わった。9月15日にはダシェ艦隊がポンディシェリーに到着、増援とともに大金を下ろした。しかし、それは一回きりの勝利となった。増援として派遣された陸軍は圧倒的に不利であった。フランスの情勢を逆転するには力不足だったからである。ラリー・伯爵は将軍としていい仕事をしたが、 外交家としては無能であり、インドのナワーブたちとの同盟を拒否し、現地のヒンドゥー教徒を野蛮として帰り見ず、ヨーロッパ人だけで戦争しようとして、セポイを軽蔑した。また、気難しいラリー白爵は、士官やフランス東インド会社の社員たちとたびたび争いを起こした。そのため、ダシェによるポンディシェリーへの増援は、効果がほとんどなかった。 ダシェは12日間ポンディシェリーで停泊した後、9月27日に出港してビルドフランスに戻った。この早すぎる出港の理由は10月に訪れるトーキモンスーンのほか、もう一つの理由があった。戦後の軍法裁判でナリー伯爵に対し不利な証言をしたダシェがこの時、ナリー伯爵と不和を起こしたからであった。戦争は百五十九年時点ではまだ決着が、 つかなかったが、同じく増援を受けて、しかもセポイの採用に抵抗がなかったイギリス軍が有利になっていた。イギリス軍はカーナティック地方の湿地を回復、続いて1760年3月に、イングランドからの兵士4000、セポイ1万以上、戦列艦16隻でポンディシェリーを包囲した。完全に包囲されたポンディシェリーに、増援や補給が来ることはなく、ナリー伯爵は、 必死に抵抗したものの1761年1月に降伏せざるを得なかった。ポンディシェリーは、その後、ダシがフランスへ戻る直前にイギリスにより破壊された。フランスは1763年のパリ条約でポンディシェリーを回復したが、インドにおける政治的影響を放棄した。ありがとうございます。